平成30年台風第22号は2018年9月に発生しフィリピンや中国、香港などに甚大な被害をもたらした台風である。2018年9月5日頃、マーシャル諸島の近海で低圧部が形成され始めたため合同台風警報センターは7日6時30分に熱帯低気圧形成警報を発表。低圧部は7日9時に 熱帯低気圧へと発達し、合同台風警報センターは、同日12時に、熱帯低気圧番号 26W を付番した。26W は7日21時に、マーシャル諸島で台風22号となり、アジア名、マンクットと命名された。命名国はタイで、マンゴシチンを意味する。台風は、日本のはるか南の太平洋上を西に進み、10日に、 グアム島などを襲い、11日15時には猛烈な勢力にまで発達して、先の台風21号に続きこの年4個目の猛烈な台風となった。11日21時には、中心気圧905ヘクトパスカル、最大風速秒速55メートルとなって最盛期を迎え、12日18時にフィリピン大気地球物理天文局の監視領域に侵入したため、 フィリピン名、オンポンと命名された。台風はその後も勢力が全く衰えずに、フィリピン方面に向かって精神し続け、現地時間の15日2時40分頃に、大型で猛烈な勢力のママルソン島北東部のカガヤン州付近に上陸。上陸時の最大瞬間風速は、約微遅く90メートル、中心気圧は、 以前905ヘクトパスカルであったが、気象庁の解析によれば、この記録は当時、過去10年間にフィリピンに上陸した台風の中では3番目に低い上陸時の気圧であったとされている。ルソン島を横断して各地に大きな被害をもたらした後は、一旦南シナ海に抜けて、16日17時に中国関東省の黄門市に再上陸、17日15時にカナンで、 熱帯低気圧に変わった。この台風は最盛期が極めて長く、中心の気圧が905ヘクトパスカルであった期間は3日間以上に、及び11日21時に最盛期に突入してから15日未明に、ルソン島に上陸する直前までの間、一貫して同等の勢力を維持し続けた。猛烈な勢力であった期間は合計で90時間に達し、 連続で猛烈な勢力を継続し続けた期間の長さは1978年の台風26号に、ついで1977年以降2番目の長さとなった。また、カテゴリー5相当の勢力も90時間というかなりの長期間キープしていた。2004年の台風16号以来14年ぶりに猛烈な勢力を72時間以上にわたって保ったことになる。 台風が72時間以上猛烈な勢力を維持し続ける確率はおよそ0.3%ほどと極めて低いにもかかわらずこの台風がこうした記録を残した理由は海水温の高いフィリピンの東の海域を長距離かつ長期間にわたって移動し続けたためであると考えられ事実として1978年の台風26号もフィリピンの東のほぼ同位度の太平洋上を 一貫して精神し続けたため、猛烈な勢力を長期間にわたって保ち続けた。メディアを再生する、ルソン島で起きた土砂崩れの様子この台風は、フィリピンのルソン島に特に顕著な被害をもたらした。ルソン島のベンゲット州では大規模な土砂崩れが発生して、多数の人々が巻き込まれたほか、主要農業地帯である、カガヤン州では農地に大きな被害が生じ、 農業への被害総額はおよそ144億ペソとなった。なお、フィリピン政府は台風がフィリピン方面に向かっていた13日に緊急の災害対策会議を開き、関係当局に警戒を指示したほか、15日未明に台風がルソン島に上陸した際には沿岸部や低地などに住むおよそ100万人に避難命令を出して限界態勢をとっていた。 メディアを再生する香港での被害の様子中国当局は香港や新鮮で最高レベルの警報を発表。関東省では245万人以上が避難し、省内の主要な高速道路が封鎖された。同省では少なくとも4人の死亡と300人以上の負傷が確認されている。なお、中国のメディアはこの台風を風をと称した。台風の接近に伴い、 香港当局は住民に対して外出を控えるとともに窓に近寄らないよう指示。香港では激しい風雨により高層ビルの窓が割れたりクレーンが倒れたり道路が冠水したりして少なくとも213人が負傷した。大きな竜巻が発生したという報告もある。また大半の店舗は台風に備えて閉店となったほか 香港国際空港を発着する飛行機はおよそ900便が欠航となった。マカオでは台風の接近により42カ所すべてのカジノが15日夜から一時休業するという初の措置が取られた。カジノは17日に営業を再開したが各地で洪水が発生したために救助当局は店舗や家屋などに取り残された住民をジェットスキーやボートで 救助するなどの対応に追われた。日本では台風による直接的な影響、被害は特になかったが、沖縄などの南西諸島では波の高さが7から8メートルと高くなり、大しけに見舞われた。この台風による合計の犠牲者は少なくとも134人に達し、うち最も被害が大きかったフィリピンでの死者数は127人であった。この台風のアジア名である、 マンクットは、この台風限りで、使用中止となり、自順からは、クラトーンというアジア名が使用されることになった。さらに、この台風のフィリピン名である、オンポンも、同様にこの台風限りで、使用中止となり、自順からは、オベットというフィリピン名が使用されることになった。ありがとうございます。